皆様こんにちは。深田恭子です。瀬戸康史です。泥棒一家の娘と警察一家の息子の許されない声を描いたラブコメディです。アクション、謎解き、ホームドラマ、エンタメ要素てんこ盛りでお届けします。ドラマルパンの娘をぜひご覧ください。なんだか息が止まったみたいで、一瞬にして燃え上がった。彼の職業を聞くまでは。警視庁捜査三課で刑事をやってる。泥棒を捕まえる部署だよね。ごめん、うちが代々警察一家だってこと黙ってて。花、これは49階の鈴木さんに手からいただいたものだ。近所のペットショップでね、ついトラフグをいただいて。いただいたんじゃない、盗んだんでしょ。キャビアもワインもその中も、このテーブルもシャンデリアも目につくもの全部盗んだもの。泥棒なら誰もが羨む圧倒的なセンスもな。お前に破れるか。破ってみせる。あれ、最後に一目君に会いたかった。あんたが犯した罪、悔い改めな。